どうも、カメちゃん大好きセンターテイルです。こちらは我が家のクリール迫力首カメのチャイの水槽になるんですけど、今ねこれ何もフィルター回してないんですよ、この水槽はい、まあ2日前くらいからなんですけど、まあっていうのもね、まあ理由はいくつかあって、陸地をねこう新たに作ったりしてるんですけど、まあそれをねいろいろ試したりだとかそういうんで、ちょっとフィルター邪魔だったんで外したっていうのと、まあこれまで使ってたろ過剤がちょっとさすがに古くなってきたんでね、そろそろ変えてあげたいっていうので、ちょっと別のろ過剤を試すためにね、一旦リセットしたりだとか、まあそんなんでちょっと今フィルターついてなくてね、もう水もうやばいんですけど、まあやっぱフィルター回してないとね、もう1日でダメっすね、水っていうのは、壁の水は。まあそれはそれとして、今回新たにね、この水槽を立ち上げていこうと思います。また新しいろ過剤のね検証っていうところになってきますんで、この水槽でね使うろ過剤っていうのを、開封していこうと思います。まあ今からその商品ね開封していくんですけどもね、かなり大丈夫かっていうなんかざっくりとした不安にね、思ってる部分もあるんですけど、まあちょっと見ていこうかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで今回開封していくろ過剤がこちらのことぶきから発売されているパワーボールバイオになります。それでは早速ですが、パッケージから見ていきたいと思います。プロフィットフィルター Z プラスシリーズプラスボックス用交換ろ過剤っていうことでね、まあそもそもこいつは何ぞっていうことになるんですけど、これね外掛け式フィルターのこのプロフィットフィルターっていうのがことぶきから出てるんですけど、まあ、これの交換用ろ過剤として出されているものになります。まあなんでねこれ自体単品のろ過剤としてまあこういうふうに売ってはいるんですけど、基本的にはこのねことぶきのフィルターの中に入れて使うやつだよっていうふうに出てるものになります。まあとはいってもね、世に発売されてるこういったねろ過剤なんて大体がそういうなんかの交換ろ過剤だったりするんですけど、まあこれはその中のことぶきの外掛けに向けて作られてるものっていう感じですね。で見た目がねこういうふうにパッケージに書かれてるんですけど、まあボールなんですよね。これどうかねどうかねって。パワーボールバイオの大きな表面積デザインは高い生物ろ過と物理ろ過の両立を可能にしますということで、まあ生物と物理と、まあ、両方いくぜっていうようなろ過剤だそうです。怪しいね。横面は特に何の情報もないですね。反対側の横面も同じで、裏面ですが、まあ、適合機種と使用目安っていうことで、フィルターのサイズに合わせてね、これをどんだけ入れればいいかっていうことが書いてます。まあ、今回このフィルターに入れるわけじゃないんで、ここはあんまり関係ないですね。特徴としましては、多数のバクテリアが活着できるよう表面積を大きくデザイン。高い生物ろ過と物理ろ過を兼ねます。またプラスチック製なので水質に影響を与えません。ご使用前にパワーボールバイオを水で軽く洗ってください。お使いのプロフィットフィルター Z プラスのサイズに合わせ蒸気の個数を目安にプラスボックスに入れてくださいと、まあほんとねこのフィルターに入れろっていうことがすげえ書いてあるんですけどまあ入れませんと。交換の目安としては洗浄しても除去できないゴミがスリットに多く溜まると通水性が悪くなりますので交換してくださいと。まあこれに関してはね、まあその通りだろうと思います。まあこういったろ過剤に限らずね、だいたいろ過剤の交換目安ってどんくらいですかっていうふうにね、コメントとかで質問をもらったりもするんですけど、まあ基本的にはもう、汚れが落ちなくて、もう目詰まりが、しちゃってる時っていうのが、まあ大体の回答になりますね。まあ、つってもこう、一個一個をね、もう歯ブラシで丁寧にゴシゴシ洗ってまで汚れを落とす必要はないと思ってまして、まあある程度普通に使っていく中で、なんかちょっともう汚れ詰まってきたなっていうような、状態になったら、まあ交換をしていくのがいいかなと思います。まあ、逆に言うとね、よっぽど汚れない限り、大体もう半年くらい使っちゃっててもね、全然問題ないとは思うんですけど、まあ、この辺はね、自分のこう、メンテ頻度とかと合わせて、まあ、ちょっと見た目見つつ、見分けてもらえればいいかなとは思います。品名品目は観賞魚用交換ろ過剤。内容量は30個入り。原材料はプラスチック。サイズが直径約20ミリと。はい。この商品は生活ロマンを創造することぶき工芸株式会社から発売されています。この生活ロマンを創造するとか、なんかそんなサブタイトルみたいなのついてたっけ？と、まあパッケージはこんな感じで、あんまり詳しくね、こうどういった機能面があるかっていうのはあんま書いてないですね。まあ表面積が広いよっていうことぐらいしか書いてなくって、結構シンプルなね、パッケージになってます。なんかもっとね、いろいろ、ここがすごいぞとか、
あんま書いてないですね、うん、はい、開けてみるとこんな感じです。袋に入ってますね。まあ袋には入ってるんだけど、このろ過剤自体がネットに入っているとかっていうわけじゃなくて、もう袋開けたらもうボールがバーッと出てきちゃうような、梱包です。なんで別でね、まとめて洗ったりするときのためにネットを使うっていうのもありかもですね。今回はそのまま行こうかなあ。でもまあ浮くか浮かないかっていうのをね、見ないと判断できないですか。うん、場合によってはネットが必要になるかもですね。一個だけ取り出してみるとこんな感じ。サイズ感はこの指先くらい、つまめるくらいのサイズ感です。まあこれがね、30個入ってるとのことでした。で、見ていくと、この中心部分はこの中の方にね、ちょっと空洞があって、横部分はこういった、なんて言うんだ、ジャギのマスクあんま詳しくないんですけど、こんなんだったっけ、なんかヘルメットみたいなね、そんな形の構造になっています。まあこういったね、ちょっとプラ系っぽいろ過剤っていうのは、まあ、過去にキャビティなんかね開封してすげえ良かったんですけど、こいつがどうなのかっていうのは正直かなり懐疑的まあ一応こんなボールです。はい、それではね、こちらにバケツを、用意しました。ここにこのバイオボールをね、入れてみたいと思います。ほい。いやー、そうよねー、まあ浮くよね浮くんだろうなとは思ってたけど、まあ浮くよな。はい、全部ぶち込んでみたんですけど、まあ綺麗に全部浮いてますね。まあ浮くよな、そんな感じはしてたもんね。まあ沈むとも書いてないしね。まあ結局これね、あの以前にキャビティっていうろ過剤を開封して、で僕があのろ過剤一番好きなのがね、沈むっていうところなんですよ。もちろん、ろ過能力の高さもね、実際に使ってみて、ああ、めっちゃすごいなとは思ったんですけど、まあ、何しろね、沈んでくれるっていうのが、すげえなと思ってたんですよ。っていうのも、まあ、これ結局、ろ過層に入れて使っていくわけなんですけども、こう浮いてたらね、表面積がいくら多いっつったって、この水にね、半分浮いちゃってたらさ、ろ過面積半分しか使えてないわけなんですよ。まあ、それにね、排水口の方に浮いてたらどんどん流されていっちゃって、もうどんどんね、ろ過層から落ちていっちゃうんで、こう浮くっていうのはね、ろ過剤として非常に使いにくいわけなんですよ。まあネット使うしかないか。まあこういった浮いちゃうタイプのろ過剤を使うときは、もうネットに入れてね、もう無理くり沈めて使っていくっていうようなやり方があるんですけど、まあしゃあないね、ネット入れましょうかはい、ということでこちらね、マツダの、ろ過剤ネットの小さいやつの粗めのネットです。ここに1箱分のバイオボールを入れました。ボール30個って書いてあったんで、まあ、それを全部入れた感じですね。でそうすると、まあ、ちょうどいいくらいのサイズ感になりますね。なんでこれをこう閉じてね、こう2つにして縛ってあげると、そうするとグッとね、閉まりますんで、まあ、これをろ過層に入れていく感じですね。浮いちゃうのはな、ちょっと痛いな。まあ、ネットに入れてもね、こう水に浮いてる分にはさ、こう全部が全部きれいに沈むってわけじゃないんですけど、まあ、ある程度は、沈むようになりますんで、まあ、この上からねマットとか入れてあげれば、まあ、より沈んでいくかなとは思いますけども、まあ、ネット入れた方が管理は楽なんですけどね。まあ、沈んでくれた方が扱いは、いいかなとは思うんですけど。ちょっと浮かないことでテンション下がりすぎですよね。はい。すいません。はい、それで今回、これね、今回2箱買ってますんで、もう1個ネットに入れました。ちょっとこっちのネットね、前まで使ってたやつなんであんま綺麗じゃないんですけど。なるべく綺麗になるように洗ったんですけど、ちょっとね、あんま綺麗ではないですけど。まあ軽く水ですすいで使うって書いてあったんでね。まあとはいえね、これプラスチック系のろ過剤なんでね、なんか汚れが出てくるとかっていうことは、まあ当然ながら、ないですね。なんで、まあこのまま、ね、ろ過層に入れて使っていこうかなと思います。はい、ということで今回はこちらのコトブキの、パワーボールバイオ
といったろ過剤を開封してみました。まあ本当にね、もうただのプラスチックのボールっていう感じでね、ろ過能力あんのかいなってねまあ本当単純にそこがね、疑問ですし、まあろ過剤ですからね、ろ過能力なかったら話にならんので、そこをねしっかり検証していこうと、これからねやっていこうと思います。今日はね、この開封だけで、実際にはですね、もうちょっと、別のも入れてろ過回していこうと思ってます。まあもちろんこのボールだけじゃなくて、まあプラスねマットとかもね、ちょっと新しいものを用意していますんで、そちらを開封してから、実際に回していこうと思ってますんで、今回、まあ、内容的にはね沈まねえっていう本当それだけの動画になってるかなとは思うんですけども、はい、まあこんな感じでこのチャンネルでは亀の飼育についていろいろ検証や考察をしています。今回もねしっかりね沈まないことが検証できたんでね、はい、良かったかなと思うんですけども、亀飼育に興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではここまでのご視聴をありがとうございました。皆さんも良い亀ライフを。それではさようなら。